おいおいおいあ、威嚇はい、これで ART のストック1個追加そうよねはい、ということでおそらくリプレイ重複のビッグボーナスはい、ということで、9セットの1175枚でしたもう少しでプラス1500枚になるかなっていうところまでは来てるんですけどもあくまで今日の目標は5000枚、6000枚いったところなんでまだまだ足りませんART 込みで2750ゲームぐらい回したとこなんですけども設定的な話をするとまず共通ベルが 40.1 分の1設定6よりいいですとボーナスはいろいろ難しいんですけど、まあ、少なくともジャックスイカからのボーナスは結局なしとそしてボーナス中のキャラクターのシナリオは偶数示唆のものが1回出た以外は全て奇数示唆で奇数示唆の一応高設定優遇の方が2回だけ出ているっていうところでまあまあとりあえず奇数なんじゃないかなっていうところで設定1オア5共通ベルの良さと、まあ、チャンスゾーンの突入の良さを考えてあと3台全体で見た時も悪くなさそうなんで、まあ、この可能性十分あるんじゃないかなっていうところで引き続き5000枚6000枚のプラスを目指して絶していきたいと思いますこれが作戦花火からジャックチャンスリプレイからはい、ということで71ゲームジャックチャンスリプレイから2回目のクラウンビック赤、もらったでしょはい、ということで ART ゲットはい、ということでボーナスの7揃いにてクラウン。まずはステージ2。ということで2セット410枚。いやーやはり伸びない。ただ着実に獲得枚数としては最高記録にはいっているずっと地味なんだよなよしということで433ゲームボイドチャンスさあちょっとハマって出玉も削れられてるんで決めましょうとさあ10ゲーム間でレア役を引けば問答無用でART 確定以上さあ一応 0.8% でプッシュが出た時点でちょっと厚めウェイさあ438ゲームギルティクラウンちょっとハマったけどもまあまだプラス2セット99枚ほいということで66ゲームジャッジリーからのビッグボーナスおとなしく学校を楽しんでるやばいねまだつながんないこれは何の前兆だ広角でボードスイートとかだったっけかなまあ何かというとチャンスゾーンの前兆なんなら行くねあそっちか1ゲーム連してたレア役は引いてないから、ちょっと何引いたか覚えてないですけど単独とかリプレイとか何かからおそらく1ゲーム連で1ゲーム連なんで、ART は確定で共鳴が
表面が普通の ERT かな。さあということで、サナル13枚1ゲーム連にてギルティクラウン、ギルティクラウン。さあそろそろほんまに伸ばそう。はい、ということでステージ2、早いボーナスだったんでセット数表示は引き継いで3セット後からになってます。お、これはもらったでしょう。よーし、ステルストップ。さあこれで5セット目までとりあえず確定。そして運転を、いいよいいよいいよ、 OK。 さあストップ2個目、まだ、よーし、3つ目当てろ。まあまあまあ OKOKOK、 とりあえず3つストップしたんで初期ストップと合わせて7セット目まで勝って、よし、これで後半のエンジンかかってきたんじゃないの。700-800枚プラスかなっていうところで元ついてたんで、ここで1000枚2000枚は取ろう。さあ、ジャクチャツーリプレイ、どやさ、広角いってないかい。さあボイドチャンス10ゲーム、ボイドチャンス。という前に行ったね、よかった。残り1ゲームのところで自力、よし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 、これはありがてえ。さあ目標はあくまでボイドチャンスリバース、そのためにはとにかくとにかくストックを持っとくこと。 ART の最終ゲームにフリーズすればボイドチャンスの上位版に行きますよっていうのに入ります。それが ART ストップありだと 0.8%、 ストックがない時で 0.4% なんで、とにかくストックを持ったまま ART をループさせるっていうのがボイドチャンスリバースの入り口になるんで。さあラスト、ボイドチャンスは残り6ゲーム。おいおいおい、どうした、絶好調や突然。というわけでベルで1ゲームで当選しました。スタート、いいね。いや、こうなったらよ、いよいよリバースも持ってくるでしょう、そのうち。加えてよ、 A プラス ART なんてやはり出玉を取るためにはボーナスがかなり大事なんで、ってこともやっていかないとね、目標の6000枚には届かないんでね。あれ、なんか久しぶりかも、この感じ、この燃え方。最近どうしてもまくってやるの燃え方しかしてなかったから、買ってる上で5000枚出すんだみたいな燃え方久しぶりじゃない。ラスト、おー、ここで外れ。これ一応ナビ広角に行ってれば一応チャンスのチャンスなんかな。ということで残り10ゲームボイドチャンス。ラスト、さあストック1個使っちゃいましたと。ステージ1、さあ6セット目、現状は9セット目まで確定してます。あー、ダメー。さあ今回もストックを使いまして、
と暑い、ちょっと暑いよ。あり3つ。さあ何引いたでしょうか。どうするか。4ゲームプラス。チャンスじゃないのよ。はい、ということで強水化からボーナス。よし、噛み合ってきた。あ、ミキがリバース入ってる。なんかある種共闘してるわけだから、ちょっと待っといてって感じ。追いつくから、よよよ、いっけ、OK、やってるよ。はい、ということで現在704枚。旗からちょっと湯気が出てきてる今。だいぶ温まってきた。ほかほか。やったわよ、目いっぱい振り抜くだけ。この腕を、この ART がいっぱい出るかそうじゃないかの分岐点になるんじゃないかな。いや、マジでリバース入れんと。あー残念。いやー終わっちゃう。あー上乗せなし。ラストやらなくちゃ。ボイドチャンスは残り15ゲーム。よし残り10ゲーム。ボイドチャンス残り15ゲーム。まだ使わへんでストップ。ラスト、ステージ2。さあ9セット目、これで確定ストックが残り1つ。ボイドチャンスリバースのためにはこの残りストック1個を死守しなければいけない状態になりました。ラスト、ボイドさあストック1個ある状態でのボイドチャンス残り10ゲーム。よし、お願い、ここら辺でステージ3行ってないかな。ステージ3行ってくれ。ステージ2。ガードの番組から継承しました。落ち着いか。よし、油断してたけどここを鳴ってたね。さあというわけでようやくエンピレオ。さあ、現在残りストック1個の状態。よーし、助かる。オッケーオッケーオッケー。さあこれで現在確定ストック2個。逆追加。いいよ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 。何か刺さるまで、何か刺さるまで平焼き行こう。オッケー。ちょっとうわーってなってるから。あー言ってた今、今そう思ってて今ちょっと熱々になってるから箸休めのボーナス欲しいなと思ってたとこなんですよ。ジャクシリーなら確定。ありがとう。祈りは僕を救うためのある決意をし、そしてそんな僕らをゴースト部隊についに包囲する。次回竜に罪の僕のこと嘘つきって言って。さあ
というわけで、ART 中のエピソードリュウリすごくカンニングしますけども、このエピソードは、まあ、とりあえずあのストックありますよっていうしただけですということで、ボーナス終了しまして1046枚、逃げるのせ、いやー持ってきたよ、やっぱりちょっと噛み合ってきたね、ボーナスも ART も僕も大も、うん、なんか二人三脚な感じがしてきた。よし、強水化から狙うよ、おーバフルした、よし持ってきた、マジでこれで高ランクの、ストック、さらにエンピレオ、よーし、さあ今14セット目まで確定、ザ・バンドアパートというバンドにしてる。さあボイドチャンス残り24ゲーム、さあリバースに備えてできるだけ使いたくない、いやいやちょっと使いすぎちゃう、ストックできたとはいえよ、使ったらあかん、ストップよ、そう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 、違う、惜しい、いやーラスト、あとはバーズメが先に使われたのかな、 S が出てきたってことは、さあお願いエンピレオ、エンピレオいって、これエンピレオを取れれば確かめっちゃでかいやつ、お願いやて、まあただストップチャンス、あれ確かエンピレオを取ってれば 25% でロングとかじゃなかったかな、さあ今日初めてかな、ステージ3ね、初めてね、ここはねやっぱ 1-2 とはもう圧倒的にナビ広角の入り方違うんで、絶対にストックは作りたい、最低でも1個はストック作らんと、さあ外れ、さあ 50% でナビ広角、そうよ、4、ここまで、あーこれで終わり、そうね、さあただまあリップとかベルでも降格いってる可能性もあるよと、さらに10ゲームのナビ降格の時もあるよみたいな感じで、よし、連れ込め言わずにエンピレオに入ればいい、さあテイクはいらん、出て、ごめんなさい調子乗りました、すいません、フェアク、うわ、そうか、でも今保証なしにいってるか、何パーやったっけな、ここは 25% はないのかな、はっきり覚えてないですけど 12.5% だか 25% でロング、リプレイが揃ったら熱々、あーさすがにそうは都合よくはないですか、ただ自力で取った、
ほうほうほう。さてさて、2個ストック今11セット目で、16セット目までストップあります。いやー、せっかく食べたのにジャブジャブ使うじゃん。ただ尻尾をなす。どうせかから、はい、現在トータル1623枚。ラスト、さあボイドチャンス残り5ゲーム。ラスト、さあこれがおそらく最後のストック。おいだ、わたっわだたりひんで、ラスト、さあもしかしたらストップあったのか 12.5% 取ったのか分かんないですけども、とりあえず継続。よし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 、とりあえず分かりませんけども、18セット目、 12.5% 当選すればストップ使わないんであれば、まあ、こんだけやってりゃ 12.5% も取ってるよねって感じよね。そういうストックかな。少し時間ちょうだい。何を引いた？今ハズレ引いたよ。2個。よよよ。あ、そっちね。でボーナスも当たってそうね。1921枚。さあ確定ストックなし、ボイドチャンス残り10ゲーム。さあラスト、さあステージ2、19セット目。で一撃2000枚オーバー。まだまだ足りん。よしよしよし、効果切ったか。2、3、4、よし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 、頼む。よし、オッケー、エンピレオ。必ず祈りを取り戻す。よっ。エンピレオ。さあ、とりあえずストップ一つ。よし。二つ目、まだまだ。とはいえ確定ストックない状態からの2つストック、21セット目まで確定です。ラスト、さあ、確定ストックなし、ボイドチャンス残り10ゲーム。さすがにか。はい、
というわけで21セット2120枚、いやこれはねよう出たねっていうよりはね3000枚ぐらいならいける内容やったな。持ちメダルがまあ3000枚いくかいかへんかぐらいかな、3枚でだいたい2500枚ぐらいプラスという状況なんで、まだ残り時間考えたら5000枚とかは全然届く時間なんで、とにかく ART 早く戻る、それを目指して引き続き頑張ります。はい、ということで、おそらく栃木から101ゲームゲーム、今日から お願いよ。いやさあ、ということで今日ベルからビッグボーナス81ゲームさあ28ゲームボイドチャンス、よーし、結構久しぶりじゃないかな、ちゃんとスイカ引いたの、しかも今日スイカお願い3とか言ってください、ステージ3行ってください、あとは何とかしますんで。ステージ2、はい、2セット161枚、これでおいくねー、89ゲームボイドチャンス、よいしょ、さあということで6ゲーム残しでギルティクラウン、上乗せ、さあよろしくお願いします。ステージ1、さあラスト、いいよ、さあボイドチャンス21ゲーム、18ゲーム残し、ソチェリー乗るね、今よ今日最大ボイドチャンス乗ってるんで、リバース今よ、ラストリバース今よ、はい、43ゲーム残りボイドチャンス、せめて30ゲーム残して、お願い、いいよいいよいいよ、残り3ゲームやけどいいよ、一応ストックはあります、いやこれはやっちゃったな、40数ゲーム駆け抜け、はい、3セット215枚、いやーすごーくもったいなかった、よし、さあ3ゲーム残して、君の力を借りよう、ギルティクラウン、ギルティクラウン、スタート、オリガータック、さあステージ1、ラスト、さあボイドチャンス8ゲーム、ボイドチャンス、
うわーラスト。頼む。おーもらった。バー揃いまであるよ。助かった。スタック、そしてエンピレオへ。いよいよこの満を持して出てきたか。はい、スタック2個目。ストック2個。さすがしぶといっすね。しぶとい閉店間際の前日じゃないですか。一番最後の肩の温まるところな。1時間前。ストックなし。ポイントチャンス残り5ゲーム。あるよ、あるよ。さあ残り1ゲーム、しかもボーナス。上乗せ10ゲーム。さあなんとかギリギリのところで耐えました。スタート。オイドアタック。あ、弱い。ステージ2。さあ、5セット目。ストックはなし。ラスト。これはどうなんやろ。そもそも 12.5%、 最終ゲームの 12.5%。 はい、ということでおしまい。はい、5セット337枚でした。ということで閉店まで残り40分ほどになったタイミングで実戦終了にしたいと思うんですけれども、僕の売ってたこの台、設定判別要素なんですが、トータルで6111ゲーム回しました。でボーナス中の示唆が累計で奇数示唆が15回、偶数示唆が8回ということで、奇数設定1オア5かなっていうところです。で共通ベル確率が 42.7分の1と、まあほぼ設定6の数値、まあかなりいいと。じゃあクス以下のボーナスが引けてなかったり、 RT さんのチェリー広角に上がってないっていうのもあるんですけども、まあ、他の台の状況もろもろ加味して、まあ、設定後の可能性もまあかなりあるんじゃないかなと、いうところで出玉流して終わりたいと思います。回収が2663枚でした。ナイスデンツ。本日の結果、投資が480枚、回収が2663枚、玉井がプラスの2183枚という結果になりました。今回の勝利で連勝回廊に返り咲きました。次郎との直接対決まで残り9連勝、今回こそは10連勝まで駆け上がりますよ。ゼンツ。